さんこんにちは、みっちです。今日もログアップしていきます。はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。いやー、僕はですね、結構最近心がやられたことがありましてですね、まあ、今回のお話の内容になっていくんですけども、まあ、とりあえず、まあ、この動画をねご覧になっていただいている方っていうのはですね、まあ、何かしら YouTube とか SNS をね使って、まあ、アフィリエイトを行っている方っていうのが、まあ、こちらの動画見ていただいているんではないかというふうに思うんですけども、まあ、僕もね、このように YouTube をやらせていただいておりますので、この概要欄見ていただくとね、リンクが貼ってあると思うんですよね。そのリンク、はい、アフィリエイトリンクになりますんで、そちらをね、クリックしていただいて、まあ、購入していただいたりすると、まあ、少しお小遣いがいただけたりっていうような仕組みのものを、Amazon アソシエイトというものをねやってるわけなんですよ。で、そんなね Amazon アソシエイト始めて約5年ぐらい経つんですけども、まあ、初めてね警告が来ました。もう汗も出るわ。ちょっとお風呂から出たばっかなんでね、はい、少しほてっておりますけども、汗かいておりますがご了承ください。まあ、アマゾンさんから怒られてしまったわけです、私。で、まあ、このまま解決できないとですね、まあ、ガジェット系 YouTuber としても、まあ、かなり痛手なわけですよ。で、まあ、そんな僕がですね、まあ、一体、どんな対応をして、どうなったのかっていうのを今日お話ししていこうと思います。まあ、同じように、アマゾンアソシエイト使って警告が出てしまった、来てしまった。そんなことでお困りの方はね、ぜひこの動画最後までご覧になっていただけるといいかなと思います。それでは行ってみましょう。はい、ということでですね、僕もこの Amazon アソシエイト始めてね、まあ、約5年ぐらい経つんですけども、当初からですね、まあ、ずっと同じような感じで、やってきたわけなんですけども、まあ、いきなりですね警告が Amazon さんから来ました。まあ、どんな警告かと言いますと、まあこんな、あ、こっちかな。こんな感じ。はい、こんな感じでございますよ。何が書いてあるかと言いますと、お客様のアソシエイトアカウントが閉鎖される恐れがあります。怖え。怖えよ。で、この審査によってお客様のアカウントが Amazon アソシエイトプログラム運営規約を遵守されていないと判断されましたということなんですよね。で、まあ正直、まあ、直近で Amazon アソシエイト使って、もう変わったことなんかもしてないわけですよね。全く身に覚えがないと思っておりました。はい、で、まあびっくりして Amazon アソシエイトの管理画面があるんですけど、そちら見るとですね、まあ、デカデカと赤い警告文がね載ってたわけですよ。ちょっとそれスクショ取れてないんでね、申し訳ないんですけども、まあ、一番トップの上のところにドーンとドーンと出てたわけです。で、まあ、一応 Amazon さんが言うにはですね、僕なりの解釈ですよ、アソシエイトに登録してないサイトにアフィリエイトのリンク貼ったるけど、どういうこっちゃと、まあ、ちゃんと登録せえや、まあ、そのような感じなんだと思います。まあ、最初はこれ X、 ツイッターとかね、ツイッターとかもアフィリエイトリンク貼れるんですよ。なんですけど、これ X に変わったから URL 登録し直さなきゃいけないんじゃないかなと、うまく反映されてないんじゃないかなというふうに思って、まあ、Amazon アソシエイトの管理画面から URL をね、登録をね、追加しようと思ったわけなんですけど、まあ、そもそも見たらですね、旧 Twitter 自体が登録されていなかったということで、俺違反してねえよっていうふうに言ってたんですけど、違反してました。はい、違反しておりました。大変申し訳ありませんでした。僕の中ではすでに登録はされてるもんだと思い込んでまして、まあ、これはあかんことをしたなと思い、まあ、X の URL をね、追加で一覧に、登録しました。で、その時に、まあ、いろいろとね、思い返してみるとですね、まあ、主には YouTube の概要欄にアフィリエイトリンク貼ってたんですけども、まあ、稀にね、Twitter、まあ、X にですね、貼ってることも、まあ、あったんですよね。まあ、ただね、この YouTube やってる関係上ですね、僕のリンクっていうのを、まあ、コピーして、まあ、こういうのありますよっていうふうに、まあ、視聴者さんが、そのように使うということも、まあ、なくはないかなというふうに思いまして、まあ、可能性としてはね、あり得るじゃないですか。なので、まあ、その部分はちょっとこちらではね、確認ができないよっていう、まあ、文面と、まあ、誠心誠意、対応を改善していきますよっていうことを、まあ、Amazon さんの方に、連絡をしました。はい。で、まあ、これで大丈夫だろうと。
一応ダメだと言われてたものもサイト追加して、出したので、まあこれで OK だろうということで、その6日後これです、はい。まあ、こんなメールがね再度来てましてですね、なんかね前よりあかんくなってないかとちょっと思っちゃったわけです。でこの部分ね、お客様の特別リンクはソーシャルメディアプラットフォームにおいて有料スポンサーリンクまたは広告として表示されています。でこれらの広告はお客様のサイトへユーザーを直接流入させるために使用することはできますが、 Amazon へのトラフィック誘導に使用することはできません。でまだあるんですよね。アカウントに関連付けられたサイト、ソーシャルメディア、ハンドル、モバイルアプリケーションのリストが完全、正確かつ最新であることを確認してください。ん？全然意味が分かんなくてですね、なんとなくは分かるんですよ、なんとなくは分かるんですけど、まあ、何のことを言ってるのかっていうことがちょっとしっかりと理解することができなかったんですよ。なので、まあ、ちょっとアマゾン様の意図することを、まあ、僕なりにちょっと頑張って解釈をしてみました。まあ、どういうことかと言いますと、まず最初の文ですね、まあ、騙してアクセス数を稼ごうとするんじゃないで、健全に見ている人にアフィリエイトだと理解させるようにせいやです。まあ、要するにリンクだけだとですね、まあ、みんなの興味のある例えばこうヒカキンさんの顔を使ったバナーとかにそのリンクをくっつけて、まあ、アクセス数を稼いだりとか、アフィリエイトリンクって、飛んだ先で、そのものをね購入するだけじゃなくて、飛んだ先から別のページに入っても報酬が入るような仕組みになってるんですよ。まあ、そういうことを意図して使うなよというふうに言ってるように僕は捉えました。なのであくまでアフィリエイトとして分かるようにしてクリックしてもらわないとお前のアカウント消すぞって言われたんですよね。こーわ。ということは僕の SNS のどこかにアフィリエイトをしてますせの掲載がないリンクがあるということなんですね。で、はい、探しました。一生懸命探しました。ツイッターにお友達でこれやでって送ったリンク、これめっちゃいいよね、欲しいよねって言ったリンク、完全に忘れてましたね。まあ、なんとですね、このツイッター、まあ、X に投稿するアフィリエイトリンク、これに対しても Amazon アソシエイト使ってますせっていうのが分かるようにしないといけないということなんです。ただですね、 X って、まあ、一度投稿すると再編集できないじゃないですか。まあ、認証されているものはちょっと分からないんですけども、僕は普通に無料のものを使っているので編集することができないんですよ。そうなるとアソシエイトしてますせの一文を追加することができないということですね。まあ、なのでですね、自分のツイート内、自分のね X のプロフィールページから、虫眼鏡マークをクリックして自分のツイートを検索することができるんですよ。でその中からどうやって検索したのか、なかなかこれ検索方法で難しいんですよね。どのように記載してるかっていうのを覚えてなかったりもするんで、なのでアフィリエイトリンクだと、まあ、ある程度分かるように検索したのが AMZN です、はい、これで検索をかけました。 Amazon アソシエイトリンクっていうのは Amazon のリンクをこう短縮させたものだったりするので、一応ですね Amazon の AMZN で検索すると、まあ、一通り該当するであろうリンクっていうのがね、出てきたので、全て削除しました。でそのツイートもね実は3年も4年も前のものでした。ただそれだけではねやっぱ心配なので、まあ、ネットでですね、まあ、同様に警告の来た人の投稿を見て、まあ、自分なりにね徹底的に改善を心がけたんですよ。でまずはアソシエイトに登録された、まあ、X の URL プロフィールページ、まあ、自分のページですね、こちらにもAmazon アソシエイトやってますよっていう記載が必要だということです。なので Amazon アソシエイトメンバーですよっていうのをプロフィールページにも記載しました。TwitterX の方で、アフィリエイトリンクをね載せませんよと、やりませんよっていう方はそこの記載もね必要ないんですけども、Twitter にもね、そういった部分をどんどんこう投稿しておりますよっていう方はそこの記載が必要になってくる
可能性があるということですね。というか、まあ載せた方がいいですよということになっております。でその他にもですね、まあ普段使っている SNS って結構いろいろあるんですけど、まあそこもね徹底的に調べました。するとですね、まあ、Facebook もあったんですよ。であと大丈夫だと思っていた YouTube にもありました。なので、まあ、Facebook の URL、 自分のプロフィールページの URL を、まあ、登録させましたが、まあ、念のためね過去のリンクがある投稿っていうのも検索して、それもね全て削除いたしました。そちらに関してもアソシエイトプログラムに参加してますよっていうのを載せなければいけないということなんですね。で多分ツイッターからそのままコピペをしてしまって、ポンポンとねいつもの流れで投稿してしまったっていうのがあったんじゃないかなと、あったんじゃないかなというかありました。はい。でその投稿をね、まあ、確認しながら、あやったわっていうね、やってたわっていうのをこう記憶が蘇ってくるわけですよ。もうその時点でね、もう反省ですよね本当に。まあ、ということでね、その Facebook の方にも Amazon アソシエイトメンバーですよという表記を載せました。であとね、大丈夫だと思っていた YouTube、 これねちょっと皆さんにもしっかりと見ていただきたいところなんですけども、まあ、昔の動画で後からねリンクを追加したところだったりとか、まあ、ライブ配信に貼ってある概要欄、ライブ配信の際って僕結構ね、あの前の設定をそのまま引き継いで使うことが多いんですよ。なので以前の概要欄のままずっとこう繰り越して使ってたんですよね。でそこにはアフィリエイトの、記載っていうのがねなかったんですよ。でまあそういうことがあったので、念のため、まあ、今まで作った動画の方もね、大体どうですかね、ライブ配信と、まあ、自分の、作った動画と他のチャンネルもあるので、他のチャンネルも含めて、まあ約1000件ぐらい確認をしました。するとですね、まあ、その数数百、ああ危ない、数百、はい、まあ、やはり5年の月日というのは長かったわけです。でここからですね、まあ、この該当する数百のページに Amazon アソシエイトプログラムを使用していますという一文を開いてペースト保存、開いてペースト保存を徹夜で行いました。いやー、まあ手を叩くことじゃないですけどね。でここはねもう特に YouTube をされている皆さんには気をつけていただきたいところ、アソシエイトを始めた当初からデフォルト設定の中に入れて、使われている方は問題ないと思うんですけども、まあ、途中から始めた方で、忘れてそのまま YouTube 動画を撮り続けてしまった、公開し続けてしまった方っていうのは、今からデフォルトの文言に Amazon アソシエイトプログラムを使用していますを入れてください。すぐに入れてください。そして過去作ってきた動画に入ってないなと思ったらすぐにチェックして入れてください。これはマジでやった方がいいです。これはですね、まあ、何千本と動画を作ってこられた方とかだと、まあ、とんでもないことになってしまうんですよ。警告が来た時にもう何千本ってなったら、もうちょっと対処するのめちゃめちゃ大変なんですよ。対処するのも10日以内に改善をしてできましたよというのを出さなければいけないんですよ。それがもう何千本でひたすらやっても10日で終わんないよってなると、アカウントがバンされます。もう使えません。なのでそうならないために、今、あこれ俺やってんなと、私やってんなと思ったら今やってください。それがもうあなたのためです。僕みたいにはならないようにしてください。でまあ僕はですね、まあ、5年ほどで警告が来たんですけども、まあ、Amazon さんとしてはですね、無作為に参加者をレビューしているんだということが、どこかに書いてありました。で、まあ、運よく今まで何も引っかからずに来られた方っていうのも、まあ、結構いるかなと思うんですけど、僕も一応ねその5年間来なかったんですけども、まあ、これが例えば10年後とかに来てしまった場合っていうのは、まあ、とんでもない量を直さなきゃいけないわけですよ。そうなるともう時代も変わってるし、もうどこに使われてるかわからないっていうことにもつながりかねません。でアソシエイトの仕組み上、まあ、リンクが稼働できているかっていうのは管理画面のところから、まあ、検索することはできるんですよね。この URL はちゃんと稼働しているのかどうかっていうのを検索することはできるんですけども、どのリンクがどこに貼られているのかっていうのは分かりません。
これはもうアマゾンさんだけが分かる仕組みになっているんだと思います。でアマゾンさんの方はそれを細かく指摘はしてくれません。あくまで自分で探して自分で解決しなさいというスタンスなんですね。まあそりゃそうだろうなと思います。なのでまあ今分かるうちに、最小限のうちに、今これを見てあやってんなと思った人は、今この状態が最小限ですんで、この最小限のうちに直してください。そして、まあもう一文ですね。登録しているサイトは全て最新のものにしておいてくださいということ。僕は X や Twitter、Facebook っていうのが登録されていなかったので、まあ、警告っていうのが来ましたけども、まあ、登録したことでアフィリエイトっていう風にね、記載されてないですよっていう風に、その後もね警告が来ましたので、なのでアフィリエイトを行うものに関しては、まあ、ある程度限定して安易にお友達に送ったりとかしないようにするのがまあいいんじゃないかなという風に思っています。はい、それでですね、一応思いつく箇所すべて修正いたしまして、再度ですね、まあ、誠心誠意反省し、責任を持ってすべてのものに違反がないように、気をつけてまいりますというねニュアンスの一文を、添えてですね、Amazon さんに連絡をいたしました。でこの際に、まあ、ちょっとごまかしたり、まあ、誰々がやっちゃったんですよとかごまかしたりとか、まあ、言い訳を載せるんではなくて、まあ、規約において自己責任でどんなことに対しても全て対応していきますよっていう誠意を見せて連絡をした方がいいんじゃないかなというふうに思っています。ですると、6日後ですね、アソシエイトの管理画面、なんと警告文消えておりました。はあ、よかったよかった本当によかった。で、まあ、その際にはねメールっていうのは、送られてきませんでした。まあ、これで解決したんだと思ってはいるんですけども、まあ、Amazon さんにとっては僕のアカウントっていうのは、まあ、間違いなくブラックリスト、まあ、減点がつけられているのは確実だと思いますんで、まあ、今後はですね、より一層最新の注意を払って、この Amazon アソシエイト、利用していこうと思っております。であとですね、もう一個補足としてちょっと気づいたところなんですけども、このね、修正をして連絡をした後に、まあ、数日後ぐらいにですね、アソシエイトの管理画面見てみると、売上レポートのところに、まあ、アクセス数が出るんですよ。それがですね、膨大に跳ね上がっていたんですね。でそれ何かというと、多分 Amazon さんの方で全てのリンクをチェックした形跡かなと思います。でよくよく考えてみると、以前警告をもらった近いところでも、アクセス数っていうのが結構伸びてたところがあったんですね。なので、まあそういうふうに急に伸びているところっていうのは、もしかしたら Amazon さんが、無作為にレビューをしているところ、もしくはこう、改善をした際の、チェックが働いているところなのかなというふうに感じました。なので皆さんも管理画面ね、見られると思うんですけども、アクセス欄っていうのも、まあ、ちょっと気にしながら見ておくといいんじゃないのかなと思います。まあ、もちろんねちゃんと規約にのっとってやるのが一番だと思いますんで、この動画をね見ていただいた方はぜひその辺も改めて見直してみてもいいんじゃないかなと思います。はい、ということで本日はですね、Amazon アソシエイト、まあ、警告が来たということと僕が行った対処っていうのをお話しさせていただきました。同じように困っている方見えるかなと思いますので、もしね少しでも助けになったよっていう方はね、コメント欄にコメントいただけるとありがたいかなと思います。そしてこの動画ね、参考になりましたらぜひグッドボタンとチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではミッチーでした。バイバイ。皆さんも気をつけて。